こんにちは。今日はスターバックスのフラペチーノがめちゃくちゃ美味しいとのことで、早速買いに来ました。じゃーん、モアフラペチーノ。めっちゃ美味しそう。もう見た目がね、とっても爽やかで美味しそうです。ではではホイップから食べてみます。いただきます。うん。うわ、すごいしっかり桃の味がする。うわ、美味しい。でね、桃の酸味もね、感じる。うわー、この甘酸っぱい桃のホイップ最高すぎる。このホイップだけでテンションが上がっちゃう味だ。ピーチ果汁とピューレを使ったジューシーなピーチベースに果肉感のあるピーチ果肉を合わせ、あ、今回はねミルク使われてないですね。飲んでみます。やば、美味しすぎる。なんて贅沢な味わいなんだろう。ネクターのね、あの濃厚さをそのままに最上級までフレッシュでフルーティーにした感じ。うわ、美味しすぎる。でね、果肉もゴロゴロ入ってて、程よい噛み心地というか、ムニムニ感じゃなくて、シャキッと感も残ってて、すごい美味しい。美味しい。まさにね、桃を丸かじりしたような、ほんともうホームページに書いてある通りだ。贅沢すぎる。うわー、このフルーティーさとジューシーな感じと桃の贅沢感最高。果肉もね、このストローでね、思いっきり吸ってもちょっと詰まるぐらいの大きさのものが入ってますね。いや、もうね、この甘酸っぱさでめちゃくちゃすっきりしてるんだけど、もう桃で満たされててやばい。これはメロンに引き続き大ヒットですね。美味しすぎる。次は白桃&アールグレイケーキ。大きめの桃がゴロゴロ乗ってて、ここのね、真ん中のホイップも桃ですかね。下はアールグレイの生地みたいです。手皿でね、本当に申し訳ない。はい、こんな感じですね。美味しい。何これ、めっちゃ美味しい。まずね、桃が本当に一つ一つこれぐらい大きくって、柔らかいんだけどしっかりシャクッとした歯ごたえがあって、みずみずしくってフレッシュで美味しい。でね、下の生地のアールグレイの心地よいこの鼻から抜ける香り、もう最高。だけどなんかね、くどくないっていうか、スーンってすっきりした鼻の抜け方というか、ここのクランブルもね、ザクザクで美味しいです。いやー、いい香り。でね、このアールグレイの鼻から抜ける香りと風味が桃とめちゃくちゃよく合う。なんかもうめっちゃおしゃれな感じ。あ、下のホイップクリームもアールグレイの風味なのか。真ん中は桃のホイップだけど、その下のね、ホイップはアールグレイ風味のホイップなのかな。朝でもさ、スタバ結構人いるんだね。まあ、当たり前か。なんかちょっと目が合っちゃって恥ずかしい。食感よしだし、風味も香りもよしだし、すごい美味しいな。なんかね、いい感じにすっきりまとまってる。でもめっちゃ香り。朝ごはんも兼ねてなので、チョコレートクリームドーナツも買ってきました。いや、すごい美味しいです。でも、なんかミスドのドーナツ生地ってこんな感じだったっけってぐらいちょっとパンっぽいですね。なんかいつものしっとり、そしてなんかもうむっちりって感じではないかも。なんかなんだろう、ブラックココア生地はね、全く甘さはないですかね。コーティングのチョコレートといいね、中のクリームといい、ビター感があって、全体的にねしっかり甘さはあるんだけど、ビター感も楽しめて美味しいな。中のチョコクリームが濃厚で美味しい。もうなんかね、特別な一杯飲んでるみたい。美味しすぎる。いや、これ甘ったらしくないから朝ごはんにこう永遠に食べてられそう。すごい美味しいです。いやー、やば。このね特別な一杯は絶対飲んだ方がいいと思います。メロンの時もね何回も飲んだんだけど、桃もね期間内にたくさん飲みたいです。美味しかった。よっしゃよっしゃ。仕事行きます。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。行ってきます。さいなら。Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。